皆さんこんにちは、飼育員のヤマピーです。本日ご紹介するのは、私の担当水槽でもある水草水槽の魅力、皆様にお伝えできればと思います。簡単ではありますが、水草水槽の魅力、皆様に知ってもらえればと思っております。さあ、水草水槽に入っているカラフルなお魚たち、実は皆様にもとっても身近な存在だと思います。食べられるお魚以外では、ペットショップなどで身近に感じることのできる唯一のお魚だと私は思っております。さあ、そんな魚たちの紹介を早速していく前にですね、この水草水槽の名脇役である水草たちについても軽くご説明できればと思っております。さあ、水槽左側によく長い水草たちが生えております。さあ皆様、水草、実は育てるのちょっと工夫が必要なんです。陸上に生えている植物たちと同じで、こちらの水草たちも光合成を行って成長することができます。光合成を行うには主に2つ重要なことがあります。まず1つは光ですね。光がないと水草たちも光合成することができません。なのでマリホ水族館でも水槽の上に LED ライトを取り付けて光合成をするように促しております。さあ、もう1点ですね、さらに重要なことなんですが、水草たちの成長にはなんと二酸化炭素 CO2 が必要なんです。小さな魚たちも呼吸をして二酸化炭素を出してくれてはいるんですが、水草たちの成長には少し足りないんです。なのでマリホ水族館でも水槽左奥にあります白い石のようなものから、こちらですね、こちらから CO2 を毎日添加しております。CO2 を添加することによって、きれいに早く水草たち育つことができます。さあ、水草が水槽の中にあるとどうして魚たちにいいんでしょうか。この水草たちはですね、水をきれいにして光合成をすることによって魚たちに酸素を供給してくれます。さらにですね、この生い茂っている水草たちの隙間が、この小さな熱帯魚たちの隠れ家にもなるんですね。なので小さな熱帯魚たちにはなくてはならない水草と魚の関係となっております。さあ、水草の紹介も終わったところで、小さな熱帯魚たち、私のおすすめする本日は3種類だけになるんですが、3種類ご紹介したいと思います。さあ、まず水槽上の方にいます、こちらのお魚です。さあ、こちらちょっと変わった形をしているお魚、こちら名前マーブルハチェットという熱帯魚となっております。さあ、ハチェット、日本語では手斧のという意味なんですが、皆さん見てください、この変わった形、斧の形に見えませんか。そんな手斧から付けられたマーブルハチェット、水槽の上の方でよく泳いでいるのを見ることができます。さあ、続いて2種類目のご紹介です。2種類目は皆様の中でも見たことがあると思う方いらっしゃるかもしれません。さあ、こちらですね、青と赤のお魚、カージナルテトラというお魚です。よくペットショップなどで売られている代表的な熱帯魚の一つだと思います。さあ、こちらのカージナルテトラの青と赤は水草水槽の緑の中でもとっても映えます。なので私も大好きな魚の1種類となっております。さあ、最後の3種類目は
先ほどの2匹と比べると少し地味な印象を持たれる方もいらっしゃるかと思います。さあ、なかなかピントが合わないんですが、さあ奥の方に合いました。さあ、こちらのお魚、名前プリステラと呼ばれるお魚です。さあ、こちらのプリステラ、先ほどの2種類に比べてかなり地味ではあるんですが、このお魚なんと飼えば飼うほど綺麗になるお魚となっております。こちらのプリステラの尾びれ、今は綺麗なオレンジ色になっているかと思いますが、こちら来た当初は透明な尾びれなんですね。飼い込むことによって尾びれがオレンジ色になる、そんな素敵なお魚のご紹介でした。さあ、本日軽くではありますが、水草と3種類のお魚のご紹介させていただきました。ペットショップなどで身近に飼えるお魚、身近に会えるお魚だと思いますので、皆様ぜひ魚たちじっくり観察してみてください。大きなお魚たちと違いですね、飼えば飼い込むほどより良さを知れる小さな熱帯魚たちとなっております。マリホ水族館の中でも皆様にとっても身近な近いお魚たちだと私は思っております。そんな水草水槽のご紹介でした。本日は皆様最後までありがとうございました。